こんにちは、ハイジです。さあ、というわけで私今日から北海道に行きまして、北海道の人たちと触れ合う旅をしていきたいと思うのですが、ただいま羽田空港に来ておりまして、今回も飛び立つ前に空港で何かを食べてみようのコーナーでございます。飛び立つ前恒例のラーメン屋さんでございます。なんか空港に来るとラーメンなんですよね。で、見つけましたのがこちら。あっさりなのかなっていう感じのうまそうなラーメンでございます。入ってみましょう。ちょっと待ってください。最初はシンプルなラーメンかと思ったんですけど、アボカドポーク塩ラーメン、これうまそうだよね。あれ、ちょっと待ってください、はい、またあなたが来たんですか。どうも、辰巳ネットワーク、辰巳です。辰巳さん、はい、前回の旅でもそうなんですけど、はい、辰巳さん面白おかしくいじったらコメント欄荒れますんで、はい、今回もういじりません。もういじんのやめました。炎上こそはしましたけど、もうほっとくことにしましたから。あ、そうですか。勝手にやっててください。いじってくださいよ。空気と貸してください。いじってくださいよ。それよりもこれよ、これ、うまそうだよね。あれ、もう喋んないですか。あ、そうなの。反省しすぎですから、いいですよ。もうさあ、やってきました、アボカド塩ラーメンでございます。ちょっと儀式やってきますか。うわ、かけていきましょう。一応かけていきましょう。辰巳さんはピリ辛ネギ塩ラーメンです。いいね、香りがいいですね。これさ、生姜焼きとかに使われるチャーシューって感じがして。そうですね。ね、でもういきなり、じゃあ、ほら、チャーシューが豪快です。すごいな。あれ、竹中さん。竹中見てるか。スープ最高だな、これ。野菜のエキスとかアボカドの風味とかが凝縮されたスープで、味もしっかりしてるし、うん、辰巳さん、はい、例えばまたラーメンの仕事が来たって。あ、はい、どういうことですか。それは、美味しいラーメン教えてくれっていう取材がありました。一応答えさせていただきました。本当にいい加減にしてくださいよ、はい、俺でしょ、ラーメンといえば。本当に、じゃあ本当に今どっちがうまそうにラーメンすすれるか、はい、対決しましょうか。いいですよ。なるほど。うん、辰巳さん今まずはい、バウンド忘れましたね。これ、まずこっから入んないと。チャーシューと麺ごと掴んで、うまいね。ハジさん、汚いです。うん、しつこさがいい感じにないからさ、はい、ずっと食っちゃうね。そうなんです。あっさりなんですけど、コクがあるっていう。そうそう、止まんないけど、よく考えたら毎回なんだけどさ、うん、飛行機で飯出るよね。